こんばんは、道村まさきです、フェンダー USA のテレキャスターなんですけども、このジャックアウトがどうしても気に入らないと。どれぐらい気に入らないかっていうと、グッてケーブル引っ張った時にポコンと落っこして出てくるっていう、なんか居酒屋さんに行ってお通しで出てきたサザエをポコンと食べるみたいなね、あんな感じでこれは取れてしまう。しかもここになんかツンツンがあって、このツンツンで指を怪我してしまう。この間、ついこの間怪我をしてしまう。こいつはあんまり好きじゃないんで僕は変えちゃいますと。どんなものに変えますかっつうと、ある種2種類があるんですけど、ここがアポロ11号っていうか、まあ月のクレーターみたいに、なんかアリ地獄の入り口みたいになってて、でこうね、こうやってケーブルをこうやって刺せば、こう見てなくてもって感じ、わかります？見てなくてもこうやって刺せるっていう、こいつが好きなんですけども、これは日本だと ESP が作ってて、それは実はネジが3つです。3つあるやつは ESP、 日本製中華物を買ってみました。これネジが2つしかない、2つしかない、大丈夫なのかと。3つのが安心なんだろうなとは思いつつも、こういうのは実験ですからと。どんな感じかと。これはね、でね、あれなんですよ、こうやって回すと取れちゃうんだけど、こっちはね、実はいらないかもしれない。こっちだけあれば、こいつとこいつ入れ替えるだけだから、ジャック自体はもともとのやつが同じサイズだと思うんで、これ取るときにまた怪我するから真剣にやります。これほんと手でやるとね、怪我するパターンですから、真面目にやりますよと。こっち持っといて、こうやね、こうもう取れるか。いいよ。ということで、このお皿が取れまして、でこのツンツンが僕は嫌い。このツンツンで今まで何度怪我をしたことか。このツンツンが嫌い。でここにこいつ、こうやってはめれば、入りません。残念か、残念でしょうか。これサイズ違うのか。 ESP 買ってくればこれちゃんと入ったのかもしれないぞ。まあ下手にしてこうネジ穴がおかしくなっちゃうといけないから、まあハンダ付けです。内側が白い配線、外側が黒い配線と覚えておいてください。ハンダ付けです。さあ、ではハンダを外して、黒い方が内側、白い方が外側。グッバイ選手。絵的には見づらくなってますね。
撮影しながらだとやりづれーし、ついつい喋るのを忘れたまま作業に没頭してしまいますね。ほい、できました。できました。で、一応音を出すチェックも必要ですので、でここがクレーターみたいになっているので、僕的には角度的にあんまりここ見てなくてもこうやってやればケーブルがさせる、抜ける、させるってことですね。なります。ということで、まあ、そんな感じで今回はフェンダー USA のここのジャックを変えてみましたってことですけども、まあ、要するに ESP だとエドワーズとか、グラスルーツとかナビゲーターとかその辺のテレキャスは割といい感じのここがついてると思うんですけど、それ以外のメーカーのギターは割と僕はこっちのに変えちゃう。で今回はまあESP じゃなくて中華製を使ってみましたけども、まあ、ちょっとねネジにちょっと2つネジっていうのにちょっと不安があるのと、今回に限ってちょっとサイズ的に少しだけブカブカになりそうだったから、若干不安ではあるけども、それとあとそのネジ2本っていうのがすごく丈夫なネジなわけじゃなさそうなので、力任せにギュッてやるとポキンって折れちゃうネジ、そういうネジの可能性があるから、僕はこういうねツンツンヘッドのこうやつでギュッて最初の穴開けちゃったけども、その穴の押さえ開け具合の距離感が本当は非常に肝です。そこを気をつけないとブカブカな穴開けてもダメだし、キュンキュンすぎてもネジが折れちゃうしっていう、その辺がね微妙にね、ざっくりギター工房としては何回もこういうことやってるから割とこんなもんかなでいけてしまうんだけども、まあ、皆さんにおすすめするのは ESP の国産製をおすすめしておきます。あくまでもこれで使えるかどうかは一応使えますっていうところをお見せしたって感じでございます。ではまた、じゃあねー。